こんにちは、萩です。今回はですねこちら、なんとあの神野大地選手からの贈り物が届きました。本当に届いた。嬉しい。というのも、以前ね、まあ、動画でも配信させてもらってるんですけども、あのプロマラソンランナーの神野大地選手と僕ね、3番勝負やらせてもらったんです。で、その時にね、まあ、罰ゲーム感覚で、もし僕が勝つことができれば、何かプレゼントをいただけませんかというお願いをさせてもらい、心よくね、引き受けてくれて、さらになんとその勝負、僕、勝つことができたわけですよ。で、まあ、プレゼントをね、まあ、いただくという形になったんですけど、とはいえ、まあ、YouTube のね、まあ、企画っていうのもあったんですけども、なんと本当に送ってくれた神対応、神の大地、マジ神、贈り物。早速ね、ちょっと開けていきたいなと思います。僕もね、まだ開けてないんです。で、その時はね、あの、神野大地選手がプロデュースしている、まあ、レッドのね、ネックレス、ちょうどつけていたので、まあ、それがね、欲しいな、僕も気になったので、それをくださいって話をして、あ、わかりました。じゃあ、もし買ったらね、これをお送りしますってことだったんですけども、そういう話だったわけですよ。なのでね、おそらくね、レッドのネックレスが届いてるんじゃないかなと思うので、見ていきたいなというふうに思います。いやー、嬉しい。いやー嬉しいな、本当にドキドキしちゃうわ。いきますよ、いくよ。まだ見て、本当にまだ見てないんで、どうしよう、なんか変なやつだどうしよう。ちょっと開けますよ、いきますよ。ちょっと待って。まずね、ちょっとまずこれ見ようか。何個か入ってんだよ。これ見よう、これ。これが、おそらくレトのネックレスかなと思いますね。綺麗にね、梱包していただいて、あ、これレトのネックレス。これですね。映るかな？このマーク。気になってたんすよ。神野大地選手ずっとつけてるからね。まあ、神野大地選手がプロデュースしてるネックレスということで、ブルーブラック。何色かあるんですよね。シルバーと緑と青かな。で、これ青ですね。青を送ってもらいました。ちょっと開けましょう。いやー、嬉しいな。ちょっと緊張するわ。ほら！じゃーん、青。あ、結構いいね、発色がいい。まあ、シルバーが結構シンプルだと思うんですけど、なんかホームページが見てて緑とか青とか結構発色がいいから、あ、結構綺麗だなっていう風に思ったんです。で、その時ね、色とかの話をしてなかったんですけど、青結構いいね、発色がいい色っていうか。ちょっと待って、これさ、俺つけらんないって、これもったいなくて。だって神野選手がくれたやつでしょ。いや、ちょっといいな、嬉しい。青かっこいい。だけどね、ちょっと待って、これね、ちょっと待って、これさ、レッドのネックレスは一応ね、勝負の企画の中でこれをいただけるって話だったんですけど、なんとね、もう一個入ってんの。見る、いくよ。これ見て、やば、見える？縦に、マツランチャンネル、神野大地、入ってる。サイン入りのランシャツ、ニューバランスの。で、メッセージが入ってるね。努力は裏切らない。2020年9月13日。やばくない？ちょっと待って、これマジで家宝になんじゃねえの？かっこいいね。いや、待って、まさかさ、ちょっと待って、すげえ興奮してんじゃん、大丈夫？嬉しい！マジで神対応だわ。やっぱ、嬉しいね。なんか、こういうの、気持ちがね。まあ、レッドのネックレスをいただけるだけでもね、すごい嬉しかったし、僕はね、YouTube の企画っていうことだと思ってたし、まさかね、ここまで丁寧に、その後もね、いろいろやりとりとかしてね、ほんと丁寧な方でね、ますますこうファンになっちゃったんですけども、こんなことされたらさ、俺もう一生応援するよね。やばいよね。嬉しい。好青年だわ、こんな。いいね。マツランチャンネル、
神の大地サイン、これ結構レアじゃない？神の大地選手の直筆のメッセージ欄シャツ、いや嬉しい。もうね、ありがとうございます。これからもね、ちょっとまあ、もともとね、僕神の大地選手ファンだったこともあるんですけどね、これでますます実際お会いしてね、お話しさせていただいて、まあいろんなこともね、素直に聞けばいろいろ教えてくれるんですよ。そのね、サービス性もすごい良かったしね、対応もすごい良くてね、まあこんなことをされちゃったらね、もうファンで居続けたいなというふうに思います。まあ今回ね、いやちょっと待って、すげえ興奮してるわ。大丈夫これ動画として大丈夫なの？ほんとね、神の大地選手、もしこれ見てればね、本当にありがとうございます。またね、何か企画があればぜひねお願いしたいのと、ぜひね、まあプロマラソンランナーの選手ですから、まあそこでね活躍することをね、まあお祈り申し上げたいなと思いますんでね、今後のねともね、神々だ。ちょっと興奮とか止まんないから。ちょっと待って、これどうする？額に入れた方がいい？額に入れた方がいいかな？額に入れて家に飾ろうかな？ちょっとね、今、そのうちの方をちょっと考えちゃって、今全然発言が、思いつかないわ。ちょっとな、これ興奮してるわ。まあ、ということでね。ぜひね、今後とも、神の大地選手、皆さんもね、まあ応援してほしいなと思いますし、僕ももちろんね、まあ今後応援し続けていきたいと思いますんで、まあ直近の目標としてはね、マラソンでしっかり気楽を狙っていくという話をしたのでね、まあ今後ね、まあ大いに期待できる選手ですのでね、皆さんも応援してほしいなと思いますんで、神の大地選手、すっげえ感電じゃん。本当にありがとうございました。これをね、ちょっと下方にして、レッドのネックレスもね、ちょっと使えるかわかんないな。使いたいけど、ちょっと使えるかわかんないですね。一緒にね、家宝として残すかもしれないので、ね、ちょっとゆっくりね、考えたいなと思いますんでね。ありがとうございました。